ヘルベチカの準備は万端だ。死んだオーランドに協力して金をもらうはずがもらい損ねた。その分の仕事をしたいと説明して取り入った。陰謀を殺せば10万ドルだってさ。変装したヘルベチカが殺し屋だなんてよく信じたな。本物の女殺し屋のプロフィールをちょいとお借りしたんだ。かの有名なボニータだって名乗って殺しの実績を2、3上げたら簡単に信じたよ。そろそろそっちに着きますよ。準備はいいですか？ OK、 それじゃあおさらいだ。ホットドッグを食べながら歩くリンボ、その背後からヘルベチカが接近、サイレンサー付きの銃でパン。私は駆け寄ってキューゴ。俺は人混みに紛れて野じ馬っぽい動画を撮る。主演のリンボ、準備は？ OK、 いつでも殺される準備完了ですよ。それじゃ作戦開始だ。行くぞ、アクション。慌てるなよ。いいか、リンボのフィジカルモニターは確認してる。銃は偽物だし、その血だって偽物だ。バッチリ撮れてるぞ。これをフルサークルに投稿するんだっけ？おい、クロ、聞いてんのか？はい？あ、リンボのモニターは正常だし、死んだりしないし、苦しそうなのは演技だ。いいか、慌てるな。これはオルテガを欺くための、演技だ。一番慌ててるようにしか聞こえないけどな。俺を誰だと思ってるんだ？裏社会のボス、スケアクローだぞ。モズの準備もできてるから、死体との入れ替わりも、主婦だ。しっかり頼むよ、裏社会のボス。ベルスターのセントラルコアで通行人の男性が突然倒れ、心肺停止が確認されました。被害者の男性は弁護士のリンボ・フィッツジェラルド氏と確認されました。警察は目撃者からの情報を求めていますが、犯人についての詳しい情報はまだ入っていないものです。自分が死んだニュースを見るのってこんな気分なんだな。二度とない経験だろうな、こんなの。それにしてもフルサークルの情報拡散力もすごいな。この町の誰もがリンボは死んだと思ってるんじゃない？オルテガからのメールです。金の受け渡しは今夜がいいそうですが、場所はどこにします？
ポートニューシーグのコンテナヤードでいいんじゃないか。 G エリアより南の方なら広いし暗くて動きやすい。そうですね。あ、リンボ、この度はご愁傷様。お悔やみを。おう、ご丁寧にありがとうござ。死んでねっつの。ごめん、仕事の癖で。死んだ人とその遺族にはお悔やみの挨拶を忘れないようにしてるから。仕事といえば、リンボの検視報告書は完璧に仕上げておいたよ。代わりの死体もリンボの知り合いが面会に来ない限りはバレないし、伝染性のウイルスの可能性ありって書いておいたから、しばらくは遺族でも面会できない。相変わらず完璧な仕事だな。後始末も大丈夫そうか？大丈夫。この件が片付いた後、全部データは入れ替えられるようにスケアクローが手配済み。この後はどうするの？オルテガの手下かもしれないやつに作戦バラすわけないだろ。バラすも何も加担してるんですけど。まあまあ、お前にも最後まで付き合ってもらうよ。バンクオブニューシーグ頭取オルテガの大スキャンダルだ。お前にとってもメリットあるだろ。まあ、それはちょっと美味しいかも。とは言っても俺は用心深いんでね。クロ、調べはついたか？大体、いやほとんどかな。大体ってどっちが多いの？あ、いやまあいいか。ファミリーネームはブリッジス。ニューシーグで生まれ育って今は21歳。ニューシーグトゥデイの日曜版でコラムの連載が始まったのが数ヶ月前で、ごくたまにコラム以外の署名記事を書いていることがある。その通りだけど。前にも名前出てたけど、ニューシーグ警察のルカディ・アンドレ巡査とよく一緒にいるね。パライスガレージには毎週出入りしてるし、朝はスタンドでホットドッグのピクルス抜きを買ってることが多い。ちょっとこれ何なの？お前のことを調べただけだ。おい、スケアクロー、そんなプロフィールじゃなくて肝心の裏仕事についてはどうなんだ？所有している銀行口座の出入りを見ても裏仕事をしているような大金の出入りはない。それに自宅や携帯から海外プロキシを経由するような通信もないし、怪しいデータの送受信履歴もない。怪しいところがないか隠すのがうまいか、どっちかだな。ごく普通の20代の女ってところだよ。あ、俺の名誉のために言っておくけど、メールを盗み読んだり盗撮したりはしてないよ。念のためね。なるほどな。じゃあお前の結論としては？ただの一般人だね。ニューシークからほとんど出てないし、町の監視カメラで行動を追っても怪しいところはなかったな。そうなるとお前、なんであれを知ってたんだ？あれってあなたが死ぬ直前に言ったこと？それだったらもう説明したでしょ。時間を遡って別人になってやり直したの。それより今の私の個人情報はどこから知ったの？俺はスケアクロウ、裏社会のボスだ。俺に見えないものはない。
聞こえなかったのならもう一度繰り返そう。俺はスケアクロー、裏社会の。どうやって知ったかって聞いてるの。まさかハッキングとか盗聴とか法に触れるやり方。ああ、その通り。スケアクローは世界のどのネットワークでも入り込める。ホワイトハウスのメールボックスからお前の ATM 口座にもな。それって犯罪なんじゃないの？何が正義かは俺が決める。どういう意味？俺たちはいわゆるフィクサーだ。法律やらルールやらじゃうまく回らない世の中のあれこれを俺たちのやり方で俺たちのやりたいように回す。俺はまあ知っての通りの悪徳弁護士だ。法律が守ってくれるのは世の中の形だけだからな。俺は俺が正しいと思ったものを守る。パートナーのシューはバウンティーハンターで、その他まあいろいろやってる。そう、いろいろな。でモズは検視局の若き主任。身元が隠された死体でもそれが誰なのか必ず突き止めて死因を特定する。たまに今回みたいに代わりの死体を用意してもらったり、死因をちょちょっといじってもらったりしてる。たまにの定義による。頻繁にの方が正しいかもね。でヘルベチカがアナログで情報を集めて、スケアクローがデジタルで情報を集める。人に紛れ込むのは得意なんです。誰にでもなれますよ。俺は裏社会のボスだ。全てのネットワークに潜り込むことができる。世の中、不正で金を儲ける奴がいて、不当に失う奴がいる。誰かの勝手な意図で殺されて、その存在すら消される奴がいる。弱者がいるから強者がいる。捕食者がいるから被食者がいる。それはそれでいい。そういうもんだ。世界は不平等で理不尽だ。そういうもんだと分かっていても、気に食わないもんは気に食わないだろ。俺たちはそれをちょっとばかり正す。で、儲けはちょっともらう。それが俺たちのやり方だ。世のため、人のため、自分たちのためって。今回もそれが目的だっていうのね。そういうこと。怪しい金の流れを見つけて追ってたら、バンクオブニューシーグの頭取に行き着いたってわけだ。メール来ました。ポートニューシーグのコンテナヤード G エリアの8番倉庫付近で。それじゃあ俺たちもちょっとばかりの報酬をもらいに行く。クロ、準備はどうだ？オルテガの車の GPS を追跡してる。もうそっちに着くよ。シューはどうだ？問題ない。来たみたいですね。金は持ってきた？ああ、持ってきた。車から降りて、目の前の赤いコンテナの前に置いて。姿を見せたらどうだ？シュ、出番だ。
言うこと聞いた方がいいってわかるわよね。ご苦労様。そのまま後ろに下がって。おい、顔を見せたらどうなんだ。聞こえなかった？後ろに下がって。よし、そろそろ行くとするか。お前はここに隠れてろ。話はすぐに終わる。ああ、写真は撮っていいけど、音は消してくれよ。すぐに終わるってどうするの？そりゃあ金をもらいに行くんだ。そんなの写真に撮ったらただの悪徳弁護士のスクープじゃない。まあ見てろって。あ、ちょっと。お前はリンボ、どうして？よう、会いたかったか？なんでだ？殺したはずなのに！物騒ですね。殺したはずだなんて。誰だお前は！さっきの電話の女はどうした？グルなのか？何のことやら。さて、お前の悪巧みもどうやらここまでのようだな。お前たち、余計なことはしない方がいい。知らない方がいいこともある。ギャングに目をつけられるぞ。まあもう遅いかもしれないがな。余計なことも何も、そもそもお前がギャングの金を洗ってるのが始まりだろ。まっとうな商売だけしときゃいいのに。お前は経済ってものが分かってない。金は金庫にしまっておいても意味がないんだ。ギャングが稼いでお前が洗って経済が回るって仕組みか。儲けるのはお前らだけじゃねえか。持つ者と持たざる者、世の中は2種類の人間しかいない。そのためには邪魔者は殺しても？ケースバイケースだ。おいおい、そんな物騒なもんはしまえよ。俺はお前の意見におおよそ賛成なんだぞ。世の中強い奴が生き残って弱い奴が死ぬ。賢い奴が稼いで愚かな奴は貧乏。それでいい。お前は賢いから多くを得た。でもお前の荒稼ぎのせいで失った奴が多すぎる。俺はそれが気に食わない。何が正義かは俺が決める。ならその正義と一緒に死ね。死ねだなんて穏やかじゃないですね。これって生命に関わる脅迫罪ってやつじゃないですか。今の証人の数は9160人かな。もうすぐ1万だ。9160人が見ているそうですよ。どういうことだ。フルサークルのライブ配信ですよ。ちょうど管理人もサークルしてくれたんで、今注目のニュースです。お、警察もそろそろご到着だな。シュ、そろそろ準備してくれ。はいよ。カメラどっちだ？ああ、こっち。どうもこんばんは。悪徳弁護士と名高いリンボです。
死んだと思いました？俺も思いましたよ、ニュースで見たし。ああ、そうそう、バンクオブニューシーグに財政上の相談をしている皆さんは他の銀行をおすすめしますよ。多分頭取はしばらく警察のお世話になりそうなんで。それと俺一応企業案件も得意なんで、何かあればフィッツジェラルド法律事務所まで。お前ら待て、どういうつもりだ。ほら急ぐぞ、こっち来い。え、急ぐって。何これ、ヘリなんていつの間に。早く乗れ。え、え、待ちやがれ。ほら危ないから奥の方に乗っとけ。うわっ。大体10万ドルくらい。俺の命も安く見られたもんだな。もう一つ、二つくらいゼロつけてくれてもいいの。お前ら待て、どういうつもりだ。どういうつもりって、これから帰るつもりだけど。あとは警察にお任せします。お前らは俺を騙して金を受け取った、お前らも同罪だろう。え、俺、この金のこと。俺たちがこんな汚い金受け取るわけないだろう。何、弁護士が必要になっても俺には連絡するなよ。お前みたいな小悪党はお断りだ。じゃあな。